プロブスが記された硬貨マルクス・アウレリウス・プロブスは、軍人皇帝時代のローマ皇帝。ローマ属州パンノニアの州都シルミウムの出身であり、若年時より、軍隊に志願、ウアレリアヌス帝の治世下で出世を遂げ、軍団長に抜擢された。271年、皇帝、アウレリアヌスによるパルミラ帝国への正当戦に従事し、パルミラ支配下にあったエギプトゥスを占領して、勝利に貢献した。また、アウレリアヌスがローマへの帰路につく。276年皇帝タキトゥスがシリアにて沈没した後、東方属州の軍の指示を受けて皇帝に名乗りを上げ、西方属州及び元老院が支持したフロリアヌスと対峙したものの、フロリアヌスが暗殺されたことで解決を見た。治世の大半をライン川、ドナウ川戦線での蛮族迎撃に従事。軍人としての能力は高く、ローマ帝国への蛮族の侵入はほとんど撃破し、逆に蛮族の地に攻め込み国境の安定を図ることも成し得た。一方で、ローマ帝国内での内乱が絶えず発生し、280年にはエジプトでサトゥルニヌスらの反乱を鎮圧した。また荒廃した農地を復興させるという重要事を手掛けるが、それを担当した軍内に反発が生まれ、282年、ペルシア戦域に向かう途中で兵士たちに暗殺された。将官クラスは関与しない暗殺だったとされるが、この絵軍団長官のカルスが関わったともされる。プロブス帝の治世から約90年後の371年、当時、コンスルであったセクストゥス・クラウディウス・ペトロニウス・プロブスは、プロブス帝の末裔を自称していると結婚、ペトロニウス・プロビアヌスを設けた。プロビアヌスが妻、アニキアとの間に、ペトロニウス・プロビヌスを設け、プロビヌスとその妻、クラウディアの息子が、セクストゥス・クラウディウス・ペトロニウス・プロブスで、プロブス帝とセクストゥス・クラウディウス・ペトロニウス・プロブスは、高祖父とやしゃごの関係となり、プロブス帝の女系子孫が、後世に存続したことになる。セクストゥス・クラウディウス・ペトロニウス・プロブスは、アニキア・ファルトニア・プロバとの間に、以下の4子がいる。フラヴィウス・アニキウス・ヘルモゲニアヌス・オリブリウスの子に、デメトリアスという娘と息子アニキウス・プロブスがいる。孫にオリブリオス帝とその弟アニキウス・プロブスがいる。フラヴィウス・アニキウス・プロビヌスの子にペトロニウス・マクシムス・テーがいる。アニキア・プロバはアキリウス・グラブリオ・シビディウスと結婚。アニキウス・グラブリオ・ファウストゥスを設けた。ファウストゥスはアウグストゥス・テー、プピエヌス・帝などの血を引く女性、タルテニアとの間にメッレタ・タルテニアという娘を設けた。フラヴィウス・アニキウス・ペトロニウス・プロブスには、妻子は確認できないが、ヘルモゲニアヌス・オリュブリウス、プロビヌス、プロバの3人の血筋は少なくとも8世紀まで存続している。エウトロピウスは彼の人柄をこう記している。プロブス帝は高名盛大で、やる気に満ちた熱血漢であり、軍隊内での聖望はアウレリアヌス帝に匹敵し、慈悲深さという面では、勝っていた。ありがとうございます。